はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、リクエストいただいてたキサキを書いていきたいと思います。新エンディングのキサキがめちゃくちゃかっこよかったので、そのカットをチョイスしました。マイキーも新エンディングバージョンで書いてるので、よかったらぜひそちらも見ていただけたらと思います。というわけで、まず輪郭から書いていきます。キサキは結構顎しっかりめに作ります。で、輪郭はこの頬骨から顎までの距離をちょっと短めに通るのがコツです。輪郭はこの真ん中に線を引いた時に、だいたい左右で対称になるような感じで描くようにしてください。このあたりは詳しくは輪郭の描き方講座で解説していますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけたらと思います。概要欄にリンク貼っておきます。で、さっき言った中心線のところに鼻が来るので、まず鼻の穴から描いていきます。で、ちょっと鼻の下の影ですね、鼻の形に入れます。で、目ですね、メガネは目を描いてから描いた方が多分描きやすいと思います。メガネ先に描いちゃうとかなりメガネの形にとらわれるので、で、まず横のラインをシューッと引いていきます。目のラインは結構濃いめに描きます。で、端をスーッと下に下ろしていきます。で、ここから下のラインにつなげていきます。で、瞳ですね。瞳は上のラインにくっつける三白眼な感じで、ちょっとここ真ん中線飛ばして、で、黒い瞳ですね。で、下のラインのこの、くるって丸くしてるところを二重にしていきます。で、反対側ですね。目はだいたい左右で高さとかサイズを揃えるようにしてください。なので、まずちょっと前ラインを下ろして、で、ここ横またスーッと横に引いていきます。で、また下にをストーンと下ろして、で、下のラインにつながっていきます。ちょっとだけ心持ち斜めに上げる感じですね。で、瞳を三白眼で、また真ん中線飛ばして、で、黒い瞳ですね。で、この端をラインに入れしていきます。で、メガネを描いていきます。メガネはこの鼻の穴からスーッと上がってきたとこ、ちょっとこの目のライン、上のラインの端から斜めに上げたところくらいで、横にスーッと長方形を描いて、で、この瞳の終わりぐらいよりちょっと出ます。レンズは。ちょっとはみ出るので、で、長方形をまず1個描きます。で、真ん中、ブリッジの部分を描いていきます。ブリッジはかなり短めに描きます。で、ちょっと真ん中に線入れて、で、また、鼻の穴の上に上がったところ、目の上のラインからちょっと斜めに上がったところぐらいから、これは左右で高さ揃えます。長方形を描いて、で、ここからレンズを四角く描いていきます。下に結構下ろしていってちょっと二重にしますね。で、レンズはちょっと四角めなんですけど、ちょっとだけ端を斜めに気持ち上げていきます。ここまたレンズ二重にちょっとしていきます。で、鼻に当たるパッドがかなりこのメガネ下についてるので、この辺りにちょっと描いていきます。テンプルの部分は顔輪郭からちょっと出します。輪郭からちょっとはみ出させて、で、後ろに伸ばしていきます。で、もうちょっとややこしいので、ここ輪郭の線先に消していきます。で、反対側も同じように長方形気味に下にストーンと下ろして、で、これも大体左右で同じような高さに揃えます。ここからちょっと斜めに上げていきます。で、二重にしていきます。で、パッドですね。で、こっちも大体この、テンプルの位置も左右で合わせるんですけど、ここも輪郭からちょっとはみ出させていきます。消します、輪郭。
もう後ろに続いていく感じで。で、眉毛を。ここね、メガネは、眉毛はメガネ描いてから描いた方が、わかりやすいと思います。まず、眉毛のシワを描いて、で、レンズのこの辺から眉毛が始まります。で、めっちゃ吊り上がっていって、降りてくる。眉尻はちょっと太めで二重にしていきます。で、眉尻にちょっとチュンチュンと描いて、タッチ入れていきます。で、反対側も同じように、シワ描いて、で、ここ、ちょっと鼻筋。こう鼻に続いていく鼻筋ラインを描いておきまして、ポイントまた内に入って、ポイント吊り上げて下げる。で、ちょっと眉尻太め。で、最後チュッチュッと。もうちょっと塗っておきます。で、口ですね。口は鼻からちょっと下がったところぐらいに。ちょっと間線飛ばして、で、下唇ですね。で、耳を描いていきます。目の横でちょっとだけ上に上げたところぐらいに耳がきます。で、もうこうピアス、四角いやつ描いていきますね。もうほんと長方形に描いて、真ん中にラインに入れる感じです。で、耳の中です。反対側、耳を大体左右で高さ揃えます。で、耳の中。で、髪の毛は大体目から顎までの距離の2倍ぐらいのところに頭のてっぺんがつくので、大体ちょっと目安としてですね、ちょんって入れときます。で、分け目は最初に輪郭を描くときに使った真ん中の中心線のところに行きます。こう。こんな感じ、ちょっと分厚め。廃業がちょっとチュッチュッチュッと見える感じですね。で、髪の毛のラインを入れながら立たせていきます。で、この額のシルエットって、簡単に描くとこういう感じなんですよね。こう描くとすごいダッサい。あ、ちょっとあんま左右対称じゃないですけど。ここ、刈り上げてる部分が来て、もみ上げをくるっていう感じなので、シルエット的にはそれをイメージしつつ、こうなっちゃうとちょっとダッサいので、そうならないような感じで廃業をチュッチュッチュッと描いていくっていう感じです。で、この辺りがちょっと逆こっちに廃業を描いていきます。で、ここちょっとグッと入れて、で、もみ上げ。もみ上げの辺りはちょっと根元が黒いので、金髪部分の毛先を描いておきます。で、この辺りから立たせていきます。で、ここまではちょっと寝かせる感じで。ちょっと毛の流れを描いて、ここからちょっと立たせていきます。ちょっと毛をふにゃっとさせながら、立たさせていく感じですね。で、毛の流れをいきましょう。反対側。反対側も同じように、この、廃業を描いていきます。ちょっと大きい毛束と小さい。毛束を入れ混ぜらせるような感じで廃業が描いていくと、なんかあんまりダッサくならずにするかなと思います。で、ここちょっと、ちょっちょっ、この辺で切り替わりますね、こっちの切り。で、ここちょっとグッと入れて、で、上に上げる。で、またここ、大体これも左右で同じように切って、上げていって、で、ちょっと毛の流れを描いて、で、また立たさせていきます。これも毛束、こっち向きにしたり、こっち向きにしたり、なんかちょっと、同じ方向にやるとあれなので、で、最初に描いた目安ちょっと消します。で、毛の流れ描いておきましょう。で、顔だけ描きたいっていう人はここまでで OK です。で、ここから先体なんですけど、これちょっと座ってるところなので、肩がだいたいこの耳の横ぐらいのところから出ていきます。なので、で、肩の飾りのボタンですね。ちょっと2本糸が通ってて、同じように反対側も、こっちも、ボタンが、飾りのボタンが来て、で、ストーンと落としていって、で、これは左右でだいたい合わせます。
で、この肩のラインのところがここから斜めに下ろしていきます。で、ここ、肩、腕を下ろしていきます。で、だいたいこの肩の左右で揃えつつ、こっちもこう斜めにしていって、で、腕ですね。で、肩を描いて、で、襟を描いていくんですけど、この最初の真ん中の中心線っていうのはずっと生きていて、襟の合わせはこの真ん中の中心線上に来ます。なので、だいたいこう合わせていく感じですね。で、入れ替えていきます。そして、手を切れるようにくると。で、この襟の外側を右にします。これは絶対外に飛び出させずに中に描いた方がいいです。じゃないと、襟が大きくなっちゃうんですよ。で、これも左右で合わせつつ、襟、大きい襟描いて、ちっちゃい襟合わせ、また二重にしていきます。で、首筋のラインですね、ちょっと描いて、で、鎖骨が見えますと。で、ここボタンですね、ボタンで、この、1つ目のボタンのちょい下がったところぐらいに、ポケットがきます。ポケットという、ポケットが、ここ真ん中下げてボタンで、ちょっとここ上下に下ろして、こう座ってるので、こう体のラインに沿って、これ服もこう完全な長方形じゃなくてちょっと斜めになるっていう感じですね。で、これも左右で合わせつつ、ボタン、で、こうちょっとこう斜めに戻して、で、この斜めに戻していきます。で、最後にとこういうふうにちょっとタッチ入れていきます。ボタンだけ覗いてタッチ入れるような感じにするといいですね。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。